XFG-1 コーネリアス XFG-1 はアメリカ陸軍航空軍が試作した燃料輸送滑空機。この機には尾翼がなく、また全身翼を装備していた。2機が製作されたものの、開発作業は1945年に終了となった。コーネリアス XFG-1 は MX-416 計画コードの下で、 開発され、軍の一般的ではない任務を意図しており、空力学上珍しい航空機だった。航空技術者、ジョージ・コーネリアスは1920年代から、得意な可変取り付け稼働を特色とする、航空機の実験を続けていた。彼の手になる初期の2機は従来通りだったものの、1943年製作の、第3の機体、コーネリアス・マラードはそうではなく、水平尾翼を書き、 低アスペクト比で角度の強い全身翼を有した。詳細な点では、非常に異なるものの、XFG-1 は、マラードの経験において制作された。XFG-1 の1、4スケールの模型が一機、風洞実験のために制作された。FG の名称は、フュエルグライダーを意味しており、またその任務は、燃料輸送だった。 機体は別の航空機の後方で牽引されるもので、現代的な兵員輸送用のグライダーのようであったが、この機の動部燃料タンクには2563リットルの航空用ガソリンが収容された。他のエコ CG-4 のような兵員輸送用グライダーに似ず、当時の先進的な爆撃機や輸送機により、XFG-1 は、 時速 400km の巡航速度で牽引することができた。提案では大規模輸送を指示しており、パイロットの乗り組む牽引バージョンが含まれていたものと推測される。この滑空機は離陸後に車輪を投棄し、スキットを用いて着地した。または無人バージョンでは B-29 爆撃機の後方に牽引され、燃料の移送が完了した後に切り離されて放棄された。 この計画の意図は、牽引機の航続距離を延長するため、グライダーが基本的に翼の生えた造装として働くことにあった。XFG-1 は、高翼形式の単容機であり、主翼の後方に垂直安定板が配された。この主翼は、かなり高アスペクト比であり、また適度な前計画がついていた。初期の高ネリアス製航空機の主翼は、 空中で取り付け角を可変できたものの、XFG-1 の取り付け角は地上においてのみ調整することができ、セッティングは3度及び7度の2種類だった。水平尾翼は存在しない。またこの機体には単純な固定式の三輪支持装置と従来的な短座コックピットが設けられていた。このタイプは2機の試作機が製作された。2機の試作機が製造され、 1944年から1945年にかけて32回の飛行を実施したものの最初の機体はスピンにより喪失、パイロットが死亡した。その致命的な一度ではない飛行実験の多くはアリフレッド・ライサーマンがパイロットを務めた。燃料輸送グライダーという概念は第二次世界大戦の終結により放棄された。データはフェイヒ1946 P37 ありがとうございます。